はい、どうもこんにちは、ベルプリです。今日はジムニー JB64 の、ドリンクホルダーですね。成功産業さんから出てるやつなんですけれども、他の YouTuber の方がね、すでにもう何度もねレビューされているので、今更ながらなんですが、こちらの商品64でもね74でも使うことができます。運転席と助手席側両方にね取り付けることができるんですけれども、私も結構前から助手席側の方にはね取り付けてます。ちょっと映り込んで見づらいですけど、まあ、こんな感じですね。割と大きなペットボトル入れても大丈夫、そしてスマホもきちんとねホールドできるという、まあ、そういう商品なんですけれども、たまに、ね、家族3人でね遠出することがありますので、うちの場合、まあ、昨日もちょっとね、どこだっけな、川越ですね、川越の方に行ってきました。まあ、その時にやっぱり後ろにもねドリンクホルダーが欲しいということでね、ご覧ください。ちょっと見づらいですけど、ここにもね全くこの商品と同じものがね付けてあります。まあ、ただつけるといっても簡単につくわけじゃないので、今回ね、そのやり方なんかをねご紹介してみようかなと思います。助手席側ではこのような形で、まあ、手すりみたいなところに M8 のボルト1本でね固定されてます。で、私が今回後ろにつけたんですけれども、なんか車内で見るとこんな感じですね。で、下の方にちょっと見づらいですけど、まあ、いつものごとく 3D プリンターでブラケットをね作ってます。で、これ1回目に作ってこれ失敗したものなんですけれども、形状はねほぼ一緒のものがねついてます。何が失敗したかというと、ここですね、ここにM6、 こちらが M6 なので、こうやって M6 のボルトで、ね、固定するつもりが、ちょっと穴開け忘れてしまって、これ失敗作だったんですけれども、あとはね先端もうちょっとね切り詰めてもいいかなっていうところで、今使ってるものに関してはここの幅ですね、高さ方向見た感じのところなんですけど、ここを、ね、10ミリほど詰めた感じになってます。それが今ねここについてます。こんな感じですね。ブラケットとドリンクホルダー、この M8 でね固定してるんですけれども、ブラケット側にはね M8 の、ネジ穴が開いてます。ではちょっとここね外しますね。外すとこのような感じですね。 M6 のボルトがここに入っているので、まあ、ここでね固定しています。まあ、ここ幅をね持たせた理由なんですけれども、この裏にねプロテクションフィルムをね貼ってあります。ぎゅーっとねボルトで締めてもこのボディの方がね傷がつかないようにするために、プロテクションフィルムをねこの両サイドと、あとこの上の部分ですね、まあ、全部はねかかってないんですけれども、この上の部分にプロテクションフィルムを貼って傷がつかないよう保護してます。このような感じで透明なプロテクションフィルムですね、厚さが 0.5 弱ぐらいのやつなんですけれども、割とねしっかりした品物です。まあ、これをね3点貼ってこちらの方にね貼り付けてるんですけれども、まあ、昨日これ実際使ったんですけれども、急遽ね一昨日遠出するときにドリンクホルダーが欲しいと言われてね、まあ、大慌てで作って最初失敗したんですね。こんな感じでね穴が開いてなかったという。でもう一度ね作り直したのが今のやつで2作目になるんですけども、特にね傷にはなってないですね。やっぱりプロテクションフィルムをねしっかり貼ってますので傷にはならないです。あとね安定感に関してもやっぱりそのプロテクションフィルムがね滑り止め代わりになってるんで結構ねしっかりしてます。ドリンクホルダーとブラケットの、取り付け状態なんですけれども、こんな感じです。一部スキャンデータも利用しつつ、まあ、最後はやっぱりノギスとか、あとはいろいろね使ったんですけれどもね、それなりにちょっと技があるんですけれども、まあ、スキャンデータもね使えなくはないんですが、ちょっとね尺度の変更がうまくいかなくて、まあ、参考程度にねなってしまいましたね。まあ、こんな感じです。ちょっとねこの先端の部分が少し隙間が空いてるかなと、あとはまあ大体うまくいったかなっていう感じはしますね。まあ、もう少しね寸法の方はね詰めていこうかなと思います。あとはこれちょっとね時間短縮のためにこの先端の部分、ここですね、先端というかここですね、この部分少し細めにしてるんですけど、もう少しね広めに作った方が、まあ、安定するかなと思いますね。取り付け方法はただ締めるだけで簡単なんですが、この電ドルでやる場合なんですけれども、この六角のビットがちょっと短いので、先にブラケットの方をつけた方がいいです。そうしないと後からドリンクホルダーをつけた時にこの頭がねドリンクホルダーにぶつかってしまうので、まあ、先に六角ビットを使う場合はこちらのブラケットをね本体の方に固定します。
大体まっすぐになってればいいです。大体です。一番トルクを強い状態で締めますね。足らないなと思ったら、六角レンチで締めた方がいいと思います。あとは、ドリンクホルダーを M8 のボルトで締めるだけなんですけれども、最後にキュッとね、締めるときは、六角レンチでやった方がいいですね。ちょっとボルトが長いのでね、手で締めると結構かったるいんですけど、最後の調整は六角で、まあ、この辺かなっていう位置でキュッと締めてやった方がいいかもしれません。でこれで出来上がりました。あとはカバーつけるだけですね。これで完成です。取り付けなんですけれども、電動ドライバーがなくても5ミリと6ミリの六角レンチですね、まあ、これが2本あれば誰でも簡単にできます。あとは固定した時の安定感なんですけれども、このブラケットの部分ですね、これと車本体のところなんですが、やっぱり滑り止めをつけて、なおかつ M6 のねネジで締めてるので、ギュッと安定感はね抜群、安定感というかもう完全に固定されてますね。動かそうと思ってもね、動く気配が全くありません。そしてこのブラケットとこのドリンクホルダー自体のね、接続なんですけれども、力を加えてこうやって動かせばね、若干動くかなっていうところはあるんですけれども、まあ、この辺はやはりこの頭の部分ですね、これちょっと細くしてしまったので、少し力を加えるとぐらつくかなっていう、まあ、その程度のレベルです。ここに 500ml のね、ペットボトル入れるんですけれども、まあ、上からね、ドスンと落としても、まあ、全然微動だにしないという。今、駐車監視モード、衝撃検知でピピって言いましたけど、まあ、それぐらいね、衝撃が加わっても全然、ビクともしないです。あとはここに、スマホですね。入れることができるので、後ろに乗ってる人もね、まあ、ここに物を置くことができるスマホとね、ドリンクホルダーあるので、あとは後ろからこの電源ですね、充電のケーブル引っ張ってこれるので、まあ、下に穴が開いてるんですよね、まあ、ここから充電ケーブルをね出すことができるので、まあ、充電もできるということでね、まあ、ちょっと遠出でも後ろに座ってる人がね、若干これで快適に過ごせるのではないかなと思います。というわけで今回はセイコー産業さんのジムニー専用ドリンクホルダー、こちらをアクセサリーボルトを使ってギアシートの、ね、側面に取り付けてみました。今後もこのような形で動画の方をどんどん作っていこうと思いますので、気になる方いらっしゃいましたらチャンネル登録の方ポチッとよろしくお願いいたします。あとリクエストご質問等ございましたらお気軽にコメント欄の方にお書きください。では最後までご視聴いただきありがとうございました。ベルプリでした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。